6月21日午後3時24分、クラインの里。わざわざ送っていただいてありがとうございます。ついでだから、今日もいろいろ調べなきゃならないし。ちょっと考えたんです。迷い様があの殺人をおやりになってないのなら、迷いちゃんはおやりになってないよ。ええ、もちろんそうです。でも、そうなると、他にいるわけですよね。その、犯人が。そうなるね。そう、ですよね。どうしたんだ？考え込んじゃったぞ。心当たりがあるのかい？どうだった？初めての裁判所は。もうびっくりです。あんなにたくさんの人を見るの初めてでしたから。そうなんだ。迷い様がとても小さく見えて、おかわいそうでした。迷いちゃん、実際に小さいからな。それに、あのひらひらの服を着たキザっぽい女の方。ああ、カルマケンジのことか。何ですか、あの態度は。あたかも迷い様がやったって決めつけてるみたいに。私、明日こそ引っ叩いてやりますとも。明日の法廷は見逃せないな。ところでさ。はい、何でしょうか。はるみちゃん、心当たりはない？この事件の犯人。はあ、何をおっしゃるんですか。いやー、さっき考え込んでいたから。私何も見ておりませんから。何も見ていないか。そういえば事件があった時、はるみちゃんどこで何をしてたのか。それにこの鍵、一体いつ拾ったんだ、こんなもの。失礼。マイクの位置がちょっと悪かったから直しました。さっき直してくれよかったな。どうしてあの女の方は迷い様をいじめるのですか。弁護士とは逆に被告の犯行を立証するのが検事なんだよ。被告が無実だろうと構わない。自分の手柄しか考えてないんだ。そんな。でも、中にはいい検事さんだっていますよね。そんなやつ、いないよ。検事なんてみんな同じさ。あいつだって、結局そうだったんだ。あいつ、というのは、どなたですか？迷い様のおっしゃっていた、三剣検事さん？昔の話だよ。今はもういないんだ。え？つまらないプライドを抱いて死んだよ。そうなのですか。死んだっけ？いや多分1から2の間で死んだんだな、きっとな。死んだの？死んでないだろ。知ってるぞ、死んでないぞ。そういえば事件があった時のこと聞いてなかったよね。はるみちゃん、どこで何をしてたの？霊媒があった頃。あ、え、私ごときのもののことなんて、どうでもよろしいじゃありませんか。隠し事は苦手みたいだな。こっそり教えてよ。誰にも言わないから。の。うわ。もしかして、見えちゃっているのですか？うん、はっきりと。嘘つけませんね、なるほど君には。ほう、ちょっとあれ、あ、ここで突きつけるか。はるみのアリバイ。はるみちゃん、事件があった時のこと教えてもらうよ。どうしても言わなくちゃダメなのですか。じゃあ僕が当ててみせよう。え、そんなことができるのですか。当たっていたらちゃんと話してくれるね。はい。え、ちょっとわからない。ちょっとじゃあ移動するか。もう体力メーターが1しかないんだ。やばいわ。下手に間違えられない。今日は修験者たちの修行があるって言ってたけど、もう終わっちゃったのかな。とりあえず対面の間に行きましょうか。あれ、キミコさんがいる。僕には気づいてないみたいだ。何やら写真に向かって語りかけてるぞ。悪い顔してるな。よろしくて、見ていてごらんなさい。
やっとチャンスが巡ってきた。この日をどれだけ待っていたことか。覚悟なさいな、舞子。なんだって？誰？あら、なるほどさんじゃございませんか。今見ていた写真ですけど、あーた、あれですわね。今日はご活躍だったとか。はい。ありがとうございます。私、法廷の方へ行けなくて申し訳ございませんでしたね。ほれ、あれでございますわ。修験者たちを見ておりましたので。写真のこと、喋る気はないみたいだな。家元がご不在でございますから。私のような文家の者が稽古をつけておりますの。ほう。何か思い出したことありませんか？はあ、そうでございますわね。僕たちが警察を呼びに行った間はずっと？ええ、もちろん迷い様のおそばにおりました。除霊の術を施して解放して差し上げて。それは昨日も聞きました。他に変わったことは？そう言われましても、あれでございますわね。新しい材料が欲しいんだけどな。ございませんわね。ごめん、遊ばせ。なんだかバカにされてるような気がするな。毎日やってるんですか、修験者さんたちの修行。そうでございますわね。事件があった次の日だけはお休みいたしましたけど、その修行にはやっぱり迷いちゃんや晴美ちゃんも。なるほどさん。はい。急に怖くなるんだよな。あーた、何度言えばお分かりになるんですか。迷い様に晴美様でございます。すみません、迷い様と晴美様って。あの晴美ちゃんもですか。ついででございます。やれやれ、ひどいことになったな。口の聞き方にはお気をつけなさいな。家元って迷いちゃんのお母さんなんですよね。舞子様、素晴らしい霊媒師でございます。その家元は今どちらに。行方不明でございます。行方不明。今から16、17年前、舞子様はある霊媒に失敗されたのでございます。それ以来姿を消してしまわれました。おそらくもう二度と舞子様は戻られますまい。4年後舞子様の名前はこの里から消えるのでございます。4年後、消える。里を20年開けた者は誰であれ死んだ者とされますから。そうなんですか。今から4年後クラインの里には新しい家元が生まれるのでございます。それってこのまま行けば迷い様だったのでございますが、あんな事件起こされてしまってはね。気のせいかな、笑っているような。なるほど、この戸棚とかなんかないのか。なんもねえか。特に変わったところはなさそうかな。よし、移動するか。人の気配はないな。今日もいい天気だ。心の中は土砂降りだけど。焼却炉。この里にはゴミの収集車は回ってこないんだろう。いや、同じか。特にこの辺も変わってなさそうだな。あれ、まだ布団が膨らんでいるが。誰も寝てない。膨らんでいるだけだった。これこれ。あれ、なんもないぞ。あれ、なんもないな。特
に変わったところもなさそうだけど。今回の事件、ちっとも事務所に帰ってこられないな。明日こそ帰ってこよう。もちろん、迷いちゃんを助けて。なんもないか。ここもない。お？あれ？これ迷いちゃんのサイコロックを解除しなきゃいけないのか？あ、まあ、どうせゲームオーバーにならないやったらそのまま当てずっぽでやるしかないか。よし、じゃあ次は渡り廊下だ。どうだ、はるみちゃんはここにいたんだ。この渡り廊下にね。すごい当たりです。そうだろ、分かってんだぞ全部。すみません。やれやれ、仕方ないな。じゃあ次ははるみちゃんがそこで何をしていたか当ててみよう。そんなことまで分かってしまうのですか。弁護士だからね。全然わかんないんだが、鍵のことについて聞きたいってことかな。事件があった日に拾ったんだよね。はい。あ、拾ったって言ってたっけ。この鍵がどこにあったかすごく重要なんだ。教えてくれないかな、はるみちゃん。どこで見つけたの？あの、焼却炉で。なんだと？蓋が開いていたので、ちょっと覗いてみたら。それって、いつのこと？霊媒が終わって皆さんが大騒ぎしている頃です。あの、なるほどけ。どうしたの？お母様には内緒にしておいていただけますか。え、キミコさんに。はい、焼け残ったゴミを拾ったなんてバレたらお尻を叩かれてしまいます。わかった、キミコさんには秘密にしておくよ。焼却炉か、調べてみた方がいいかな。お、話が進んだ。よかったよかった。突きつけるっていうのもちゃんとやっておかなきゃいけないんで。あ、なんだ、おや、焼却炉のところに誰かいるな。あ、こっちに気がついたみたいだ。ものすごい勢いで走ってくるぞ。あらー、はっはっはっ、私かなと。歯医者の弁護士の、なるほど、龍一です。どうぞよろしく。まあ、ご丁寧に。こちらこそよろしく。どうしたんですか、息を切らせて。そうですね、私ちょっと興奮しちゃってるんですよ。興奮？だってここ霊媒の本場だから、見るべきものが多くて。へえ、例えば何があるんですか。例えばあの壺とかご存知ですか。壺？あそこに飾ってあるやつか。古ぼけた壺にしか見えないぞ。あの壺、言い伝えでもあるんですか。子供？あれってこの里の宝物なんですよ。へえ、あの中にですね、封じ込められてるんですって。何が？決まってるじゃないですか、あやさと京子の魂ですよ。誰だっけ、あやさと京子。あやさと京子、誰ですかそれ。嫌だな田中さん。ほら、クライン流霊媒道の創始者の京子様ですよ。ほらと言われまして。あの壺に魂が宿っている限り、あやさと家の霊力は不滅なんですよ。ロマンチックですよね。ずいぶんひび割れてるけど、ロマンチック。そんなありがたい壺なら何か手がかりになるかもな。のどかさん、事件のことですけど。事件？ほら、桐崎先生の他に何があるんだ。ああ、ちゃんとそう言っていただかないと。私何にも知りません、控えの間で寝てましたから。手がかりがないんです。気づいたこととかありませんか。そう言われても興味ないんです。私には何の関係もない事件だし。
桐崎先生にクラインの里を紹介したのはのぶかさんだ。つまり知り合いだったのに関係ないはないだろう。交通事故で亡くなったお姉さんは桐崎外科の看護師だったんだし。じゃあお姉さんの交通事故について教えてください。どうして今回の事件と関係があるんですか？それは分かりません。でもとにかく何か手がかり出た。来ると思ったぞ。これはサイコロック。どうかしましたか？どうやら口を開かせる必要があるな。とりあえず一回ちょっと調べるか。怪しすぎる。布切れ出すぎなんだよ。そういえばはるみちゃんが言ってたっけ、焼却炉の中でこの鍵を見つけたって。ちゃんと調べてみるか。焼却炉の中。これはどう見ても迷いちゃんの血がついてるな。ほんの少しだけど。布切れ、ありがたい。他には？どうやら今回の事件を解決するポイントになりそうだな。じゃあ壺。こいつに魂はね、見れば見るほどひびだらけだ。隙間だらけで魂なんか漏れちゃいそうだけどな。なんだ、字が書いてあるぞ。子供？あ、そうかそうか、これ京子なんだ、もともと。ははーん、そうか。はっ、交通事故ね。突きつけた方が良かったかな。とりあえず一回突きつけるか。交通事故です。誰の事故ですか？決まってるでしょ、お姉さんの事故ですよ。ああー、そうですよね。お姉さんは眠らされたんです、あの桐崎先生に。それ以上お話しすることなんてありません。今のどかさん気になることを言ったな。誰の事故ですかって。それってつまりミミさん以外の交通事故の情報を知ってるってことだ。別の人の交通事故。何の話？わからない。どうすんだよ。ああ、でもあれか、そろそろ何か別の場所で何かあるかもしれない。どう？あ、来た。あ、なるほどくん、待ってたよ。よっぽど心細かったみたいだな。どう調子は？何かわかった？まあぼちぼちと。なるほどくん、目が泳いでるよ。もうちょっと時間が欲しい。明日までには何とかするから。ごめんね、会うたびに迷惑ばっかり。いいんだよ。どうだった今日の裁判は？さすがなるほどくんって感じだったよね。もうダメって思ったらいつの間にか逆転してるの。演出？あれ、バカ言うなよ。法廷が終わるたび命が音を立てて縮んでいくよ。ほんとありがとう。ねえなるほどくん、桐崎先生撃ったの私じゃないんだよね。そうだよ、君は完全に無実だ。本当にそうなら嬉しいよ私。でもあの部屋には私と桐崎先生しかいなかったんだよ。屏風の後ろは見た？チラッとだけど人はいなかったな。夏美さんもそう言ってたな。そっか。あのさ、なるほどくん。ん？なるほどくんはどうして信じてくれるの？私が桐崎先生を殺してないって千尋さんが教えてくれたんだ。お姉ちゃんが？霊媒師は夢を見ないって。霊媒中は意識が途切れるから夢なんか見られるはずがない。あ、そういえば、じゃあ私、迷いちゃんは犯人じゃない。多分霊を呼ぶ前に眠らされたんじゃないかな。眠らされた？
最初から計画されていたのかもしれない。桐崎先生が死ぬことも、迷いちゃんに罪を着せることも。そんな、はるみちゃんのことなんだけど、はみちゃん、あの子どうしても教えてくれないんだよ。事件があった時どこで何をしていたか。なるほどくん、はみちゃんを疑ってるの？いや、そういうわけじゃ。見損なったよ。いい？はみちゃんはね、とってもいい子で、可愛くて、いい子で、可愛くて。あの子が犯人だなんて思ってないよ。ただ、何か隠してるんだ。あの日、迷いちゃんはあの子と一緒だったよね。二人でね、マリツキして遊んでたの。マリツキ、ね。手がかりにはならないかな。そのマリについてもうちょっと聞かせてよ。え、そう言われても普通のマリだよ。私が霊媒の準備を始めてからも遊んでたみたい。ハミちゃんマリ大好きっ子だから。大好きっ子。マリが見たいんだったら衣装箱の中に入ってると思うよ。衣装箱？うん、ハミちゃんいつもあそこにしまってるんだ。あのね、控えの間にある衣装箱、大きいからすぐわかると思うよ。控えの間の衣装箱か。行ってみるか。俺いない。あ、いた。逃げた。あ、ちょっと待ってくださいよ、夏美さん。屋敷の中に逃げていってしまった。ハミちゃんいなくなったな。夏美さん、出た。あ、おった。頼むさかい、追ってこんといて。うちはダメな女や、見たらあかん、目が腐るで。まいったな。どこ行ったんだろう。あれ、控えの間に行くか。夏美さん、こっちの方へ来たはずなんだけど、どこかに隠れてるのかな。あ、ま、ん？マリ？ま、ゴムボール。はるみちゃんのマリだ。いつもは衣装箱にしまっているってまよいちゃんが言ってたけど、なんでこんなところに。なんでだろう。まるで衣装箱の中に誰かが入っているみたいだ。マリがしまわれていた衣装箱だ。開けてみるか。にゃー、うわー。な、何してるんですか、こんなところに入って。うちはダメな女や。ほんま、穴があったら入りたいわ。穴がなかったから衣装箱に入ってたわけか。やれやれ。ん？この衣装箱、小さな穴が開いてるぞ。高さは床から20センチ。あの屏風と同じ高さだ。もしかしてこれは、てんてんてん。はあ。どういうこと？人が一人入れるほど大きかったとはね。これもしかして、ミミさんの他に誰かいる？さっき交通事故がもう一件なんかあるみたいな話があったけど、さてはマリ付きしてて壺あったな。なるほど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 、そういうことか。ほら、あの焦げた綿あめみたいな頭の、あ、夏美さんか。そんな目で見んといてーとおっしゃってましたけど、私そんなに目つきが悪いのでしょうか。多分そういうことじゃないと思うよ。あ、そうそう、あの方から伝言があります。自分を見つめる旅に出るので探さないでくれ、だそうです。そうありがとう。といたしまして。よし、そういうことか。そういうことなんだな。よし、これで全部揃ったぞ。渡り廊下にいたんだろう。そしてマリ付きをしていたんだろう。どうだ、このマリで遊んでたんでしょ。あ、当たりです。どうして。
まゆちゃんが言ってたからね。ハミちゃんはマリ大好きっ子。そうです。私マリで遊んでいました。うん、それで何かあったんだね。とんでもないことが。ドキな、何ですか何かって。また私はこれが最後だよ。マリで遊んでいた時一体何が起こったか。これだ。この壺、里の宝物なんだってね。クライン流霊媒殿の創始者の魂が封じ込められているんでしょ。はい。なんかひびだらけだね。それに隙間も空いてるし。いじめないでください。はるみちゃん、割っちゃったんだねこの壺を。きっとマリが当たったんだ。キミコさんにバレたら怒られちゃうもんね。黙り込んじゃったぞ。大当たりみたいだな。でもロックがパリーンといかないのが気になるな。古い壺なのですよあれ。え、ひびぐらい入っていてもおかしくないです。声が震えてるよ。あの壺が一度割れたってどうしてわかるのですか。え、なんか足りないな。とすると多分割れてない頃の壺の写真が必要になるな。よし、やめておこう。誰なら知ってるかな、誰なら知ってるかな。じゃあ夏美さん追っかけてっかな。あ、いない。あれ、あ、いない。あ、待て、千尋さん。あ、来てくれたわね。どうしても心配だったから出てきちゃった。また撮られてるかもしれませんよ写真。バレちゃったものは仕方ないでしょ。それよりどう、何か手がかりは見つかった。そうですね、少しずつ分かってきたような気がします。なんとか明日には決着をつけたいわね。一回ちょっと話を聞くか。明日の開廷までにどうしても知っておくべきことがあるわ。真犯人がどうやってあの部屋に入って桐崎先生を殺害したか。そうね、そもそも犯人はいつ対面の間に入り込んだのか。霊媒が始まってからはあなたたちが部屋の前にいたわ。ということは犯人は霊媒が始まる前からあの部屋に。そう考えるのが自然ね。でも迷いちゃんは誰もいなかったって。そうね、とにかく犯人の行動を立証できなければ勝ち目はない。これちょっと、きついお話になるかもしれないのか。迷いちゃんが犯人じゃないって立証した場合、もしかしたらはるみちゃんが犯人になってしまうっていう可能性があるのか。霊媒中だったとはいえ、今回の事件では霊媒が当然あるものになっています。なんだかどうも納得できなくて。それが普通よ。霊媒なんて術は日常の近くにあるべきじゃないわ。そうなんでしょうね。生前の人の姿に変身する力は遠い祖先が手に入れた。綾里京子様って言うんだけど、その名前聞きました。綾里はもともと神に仕える血筋の家だったの。京子様は生まれた時から定めがあった。神のもとに備えられる子という定め。彼女の魂は今も壺に封じ込められているの。廊下に飾ってあったでしょ、彼女の名前が書かれているわ。はあ、そんな顔しないで、おとぎ話よ。千尋さんだっておとぎ話みたいだよな。じゃあ私はそろそろ帰るわ。千尋さん、監視さんに見つかると厄介だしね。なるほどくん。はい。この事件にはまだまだ裏があるわ。証拠が全て集まった。そう思ったらまた来て。わかりました。突きつけようと思ったのに壺。交通事故の記事かなんかないかな。さすがにないかな。調べたもんな。あー、これ、あ、ちょっと待って、京子、綾里京子。あ、来たね、これか。
これのことか。そうだよ、一回突きつけてみるか。まず渡り廊下、そしてマリー。で、ここで綾里京子、どうだ。クライン流霊媒道って誰が始めたんだっけ。え、京子様ですけれど、その京子様ってどう書くか知ってる。漢字で。漢字ですか。知りません。京子って書くんだよ、きっと。京子ですか。壺を見て不思議に思ったよ。どうして子供なのかって。それで分かった。誰かがあの壺を割ったんだ。そして修理した時に間違えたんだ。ああ、よかった。なんとかなった。ああ、回復した。ありがとう。あの日、迷い様の霊媒が始まった頃、廊下で遊んでいたんです。その、マリーで。それで、あの壺を？はい。割ってしまって、京子様の魂を逃がしてしまったのです。キミコさんには知らせなかったんだ。私、悪い子です。里の宝物を壊しては、ただでは済まないでしょう。もしかしたら、里を追放されてしまうかも。そう思いました。でも幸い壺のかけらは大きくて気がつかれないように直せるって思ったんだ。はい、私接着剤を持ってきて廊下で直したのです。あの渡り廊下で。はい、もう霊媒は始まっていましたので誰も来ないと思いました。で、どれぐらいかかったの？ひどい仕上がりだけど。私、お裁縫は得意なのですが、お絵描きや工作はちょっと苦手なのです。修理が終わって目を上げたら、なるほどくんがお屋敷に。ちょうど僕と夏美さんが事件を通報した時か。それを見て、大急ぎでお片付けをしました。なるほどくん？ん？やっぱり、追放でしょうか？私。そんなことないと思うよ。狭い壺から出られて京子さんも喜んでるよ。そうだといいですね。我ながら綺麗にまとめたな。そしてどうする。夏美さんを探しに行くか。でもそれをどうつなげればいいのか。なあ、それにのどかさんがここにいるのは偶然なのか。なあ、兄ちゃん。呼び出された看護師の霊は桐崎先生を恨んでいた。その霊の妹がたまたまここにいた。不自然だ。おい、なるほど。のどかさんについて何か情報が欲しいんだけど。ああ、そうかいそうかい。うちみたいな人間のことに足かと決め込まうっちゅうわけやな。うん、夏美さん。あ、気づいてくれはった。耳元で思いっきり叫んどいて何言ってんだよ。さすがなるほどや。こんな粗大ゴミのことここまで追いかけてきてくれはって。はあ。でもあんた、時間かかりすぎやね。うちほんのちょっぴり寂しかったやん。何言ってんですか。追うなって言ったの夏美さんじゃないですか。まあまあ、それはあれや。微妙に揺れ動く乙女心いうやつやな。本当に反省してんのか、この人。ほんま申し訳ない。うち一旦思い込むと、もう止まらんたちなんや。迷いちゃん、すんごいショック受けてましたよ。許してくれへんの？うちのこと。まあ、いいですよ。迷いちゃんも助かったことだし。ほんまか？ほんまです。よかったわ。これでまた、
これでまた何です？いや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 、何でもないで、何でも。よし、この大騒ぎ夏美、あんたらの力になってる。うちが知ってる情報全部教えてるわ。ありがとうございます。びっくりしちゃあかんで、しかも今ならなんとただや。金を取られた方がびっくりするけどな。迷いちゃんが犯人じゃないとしたら、夏美さん誰が犯人だと思います？そんなん決まってるやん、あのオカルトマニアや。花かのどかですか？だって他にいないやん。おばはんとうちとあんたはずっと一緒にいたんやし。夏美さん、のどかさんのことを疑ってるのか？もしかしたら彼女の情報をまだ握っているかも。あ、え、犯人はのどかさん、犯人はのどかさんか。で、そうだな、一番最初に里に来た時あのつづらがなくて、事件の後ぐらいにあのつづらが復活したんだよな。そしたら事件の後にいつの間にかのどかさんが控えの間にいたもんな。でもあのつづらを運べる、そして控えの間に、やっぱキミコさんな。花かのどかさんと花かみみさんは桐崎先生を恨んでいる。そして桐崎先生を殺すために霊媒を使った。それを利用してキミコさんは迷いちゃんを貶めようとした。はるみちゃんが家元になるために。ん、あの迷いちゃんの装束のたもとに開いてる穴は何だったんだ？ん、ということは逆に言うと、ミミさんが霊媒されていたのはやっぱり迷いちゃんじゃないんだ。それこそはるみちゃん。いやはるみちゃん渡り廊下にいたもんな。ちょっと分からなくなってきましたぞ。難しいな、しかし逆転裁判2になってなんか異様に難しくなった気がするな。これまだ2話目だろ。なんか知ってると思うんだけどな。花かのどかか、何かご存知ないですか、彼女のこと。せやな、実はちょっと調べて。あ、よかったよ。彼女妹なんやで、桐崎先生が呼び出した例の。知ってる、のどかさんが紹介したんですよ先生に、このクラインの里のこと。そうやったんか、怪しいなそりゃ。なんやったらもうちょい詳しく話そうか。え、花かのどかについてもっと情報はありませんか？あるで、教えてください。情報は高くつくで。さっきタダだって言ったじゃないか。彼女な、半年前まで入院してたんや。入院？どうしてですか？さあな、ここから先は自分で調べるんや。は？はい、これ病院のアドレス、何かわかるかもしれんで。何かわかるかも。まあな、実はうちめんどくさくて今日病院まで行ってないんや。まあ世の中なんて大体こんなもんやで。世の中のせいにしないでくださいよ。仕方ない、行ってみるか、このホットクリニックへ。ホットクリニック、ホットクリニックロビー。ここがのどかさんが入院してた病院か。うわ、怪しい、 お医者さんだね。ごめんかいかな。あ、どうも先生は。ここの、病院のホットですわ。うわ、いきなり院長先生と対面か。どうしようかな。花かのどかさんのことなんですけど。花か、のどかと、残念だな。彼女はもうその随分前に退職だよ。こら、おじいちゃん、ダメでしょ病室出た。ほらほら早く戻りなさい。あ、マチコくん、まあ片言いい子だしな。何がマチコくんよ、いい加減しないと病院からほっぽり出すよ。いや、院長に向かってすごい看護師だな。いい、院長先生の白衣ちゃんと返しておくのよ。はいはい、了解了解さん。あの、
ん、何かな、うん、うん、じゃあありませんよ。あなた一体誰なんですか？院長の堀田ですわ。看護師さんは言っちゃったし、愛して相手してくれそうなのはこの人だけか。この病院はどういう？外科一般を雇るよ。外科一般？あまり詳しいことは知らんけどね。なんだその目は。そうだな、この近くに大きな総合病院があるんだよ。患者が収容しきれないときこっちに回されてくるんだよ。ここでは外科手術をやってるんですよね。形成外科の手術などもやってるみたいだけど。やってるみたいですか？やってるみたいだよ。花かのどかさんのこと聞きたいんですけど。来た。あの子ね、確か総合病院から移されてきたんだよ。総合病院から？彼女何か外科手術を受けたんですか？それ、外科手術大変だったわ。あれはどんな手術を？それは、いや、ちょっとそれは、いや先生、実に嬉しそうに笑ってるぞ。これ、なんか医者って連中は患者のことを喋っちゃいかんの。テレビのドラマでもそうだろ。このままじゃ、ラジが開かないな。このおじいさん、ちょっと脅しつけてやれないかな。脅しつけて？脅しつけて？あ、そういうことか。何かな、それは。僕は弁護士です。今、ある事件の調査をしています。なんだ、怖い顔して。暴力は良くないぞ。裁判は明日です。情報が欲しいんですよ。そうだったか。実はな、これは秘密なんだが。何ですか？実は私、院長じゃないんだ、これが。知ってますよ、そんなこと。なんで？完全舐められてる。まあ、待ちなさいって、あげるから。情報。わしはな、この病院のほれ、なんだ、生地引き？生き地引きですか？それ、特に若い女の子ちゃんの患者さんなら知らんことはない。いや、お恥ずかしい話。本当に恥ずかしいですね。とにかく、花かのどか嬢のことだったな。のどか嬢。あの子は特に、よーく覚えてるぞ。よーくな。お？のどかさんのこと聞かせてください。任せなさい。あの子は、1年くらい前、総合病院から回されてきたんだ。休館中ことで。何の病気だったんですか？いや、ありゃ、怪我だったよ。わしね、一目で見抜いたよ。そりゃ、もうバッチリ大怪我だって。大怪我ですか？体中包帯でぐるぐる巻き、腕もギブスで固められてたしな。それは確かに、大怪我ですね。事故だよ、事故。怖いね。やっぱりほれ、車はさ。車？交通事故だったんですか？そうだよ、あれだけの大怪我だ。きっと新聞載ってると思ってさ。もう、ほれ、調べた。大変だったね。何なんだ、このじいさんは。さっき、大手術だったって言ってましたね。のどか嬢の手術かい。ええ。のどか嬢の。それはまあ、なんだ、あれだけの事故だったし、顔の焼けたがさ、特にひどくて大変だったわ。そんなにひどかったんですか？たまたまのどか嬢が自分の写真を持っていたからね。それを見て復元したらしいね、顔をさ。写真？彼女さ、ほれ、なんだ、免許を取ったばっかりだったんだな。その免許証のために撮った写真をちょうど持ってたわけだ。はあ。もしね、記念にもらっちゃったよ、その写真。こっそりと。いいのか？な、よく撮れてるだろう。はあ。お宝だよ、お宝、わしの。肝心の免許証の方はどうなったんですか？さあ、知らんよ。聞いてないな。もう一枚あったんじゃないかね。ずいぶん気なくせえな。調べたんですよね。のどかさんの事故のこと。それはね、当時の新聞は全部見たぞ。どんな事故だったか覚えてますか？ちょっと待ってな、
今持ってくるから、記事。も、持ってるんですか？まあ、こんなこともあろうかと思ってた。あの飽くなき探求心、見習うべきか。ああ、これだ。うん。ブールの中将、助手席に座ったらしいな。助手席ですか？眠っとったらしいよ。ものすごい衝撃で目が覚めたら、あたり一面火の海だ。のどか城、必死でドアを開けて、なんとか自力で逃げたわけだ。ま、詳しいことは触れ、この記事を読めば。新しい手がかりだ。目を通しておいた方がいいな。のどか城を手術してから、治るまで半年はかかったな。去年の12月頃、退院していったよ。半年前、か。ん、ほれ、どうよ。結構役に立ったろ。うん。はい、ありがとうございました。ん、じゃあもし、そろそろ病室に戻るからさ。のどか城によろしくな。うん。僕も行くとするか。うん。映ったな。あれ？はあ、気なくせえ。5月24日深夜、2人乗りの乗用車が高速道路の脇の壁に衝突して女性1人が逃げ遅れ焼死した。警察では生存者の話などから居眠り運転による事故とみて捜査を進めている。生存者、花香のどかさんの談話。私すっかり眠り込んでいました。突然すごい衝撃で目が覚めて、辺り一面もう火の海でした。夢中で左のドアを開けて車から転がり出たんです。その後は覚えてません。左のドアっていうと助手席か。のどかさんの話によれば、運転をしていたのは姉の花香美美さん。今世間を騒がせている14人薬物投与ミスのあった切り裂き外科医の看護師だという、これは果たして偶然なのか。はあ、これは関係ないか。はあ、そういえばさっきおばはんが警察呼んだね。え、キミコさんが警察を？話がある言うてな。なんや、おもろなってきたな。なんだろう。それにしてもあのおばはん、ほんまついてないな。まあそうですね。たった一つの小石にけつまずいたおかげで家元の座を奪われるわ。里の人間からはバカにされるわ。挙句の果てにこないな殺人事件まで起こってもうて。まったくですね。で、ちょっと待ってください。なんや、今の話初めて聞くことばかりだったんですけど。え、ほんまか。この世界じゃ誰でも知ってることやで。なぜだ、誰も教えてくれなかったぞ。確か家元の座を奪われたって言いましたよね。そうや。今家元は綾里舞子っちゅう霊媒師なんやけど、ほんまはあのおばはんが家元になるはずだったんや。ひびこさんが家元？どういうこと？のどかさんは？あー、さっき見かけたで。もやり庭見とったわ。そうですか。なんや、話でもあるんか。彼女にはいろいろ聞くべきことがあるぞ。いやな、何でも家元は長女が継ぐものらしいんや。長女ってことは、キミコはな、姉なんや。綾里舞子の。そうだったんですか。普通はな、姉の方が強いらしいで、霊力。そういえば昔迷いちゃんも言ってたな。お姉ちゃん千尋さんの霊力はシャレにならなかったって。ところがどうしたわけか、あのおばはん妹の舞子に負けちまったわけや。そうだったんですか。里の連中からそれはそれは軽蔑されたらしいで。長女のくせに家元を継げなかったってな。そんなことがあったのか。もし貴美子さんの霊力が強かったら、迷いはんは分家の娘ってことになってたやろな。ちょっと一回突きつけてみるか。これどう思う？知らん。そっか。じゃあ移動しましょうか。お、いない。あら、久しぶりです。どうも。そろそろこの人の秘密が見えてきたかな。何ですか？怖い顔して。よし。行こうか。どどん。
それは君だよ。あ、ちょっとこじ。のどかさん、あなた自身の交通事故ですよ。私ですか？そうです。おかしいですね。知りませんよ、事故なんて。証拠でもあるんですか？私が交通事故に遭ったっていう。あ、マジだ。こっちか。これを見てください。1年前の新聞記事です。生存者花香のどかさんの話って書いてあります。あ、大怪我して入院したんですよね。ちょっと待ってください。何ですか？それ私じゃありませんよ。何ですって？きっとたまたま同じ名前の別の人ですよ。ほら、花かのどかなんてありふれた名前ですから。何言ってるんですか？お姉さんの名前が花かみみって書いてあるでしょ。いやー、怖いですよね、偶然って。ほんと、そんな言い訳が通るのか？それとも何ですか？証拠でもあるんですか？この私が入院していたっていう。え？これ？これがその証拠です。その写真は？あなたが入院していた病院でもらってきたんです。どういうこと？患者さんにね、あなたのファンがいたんですよ。記念に撮っておいたそうです。どう見てもあなたです。あの偽院長！さあ、今度こそ聞かせてください。事故のこと。ちょっと待ってください。確かに私、事故に遭いました。でも、それが何ですか？今度の事件と関係ないでしょう？関係はあるはずです。新聞記事を見てください。女性一人が死亡したって書いてありますね。それが？この死亡した女性というのは誰だったんですか？いや。ここまでわかるだろう。言わなくてもわかるレベルだろう。お姉さん。あなたはお姉さんが運転する車に乗っていた。二人は一緒に交通事故に遭ったんです。ででーん。やったぜ、全回復だ。これで間違っても大丈夫だぞ。そう、あの日私は乗っていました。あの車にお姉さんと一緒に。うちに帰る途中だったんです。私、助手席に乗っていました。でも眠り込んじゃって。あとは記事の通りです。とっさにハンドバッグだけ持って助手席のドアから逃げた。お姉さんはどうしようもなかった。車の中は煙でいっぱいで何も見えなかった。そうだったんですか。あの事故は桐崎先生が睡眠薬を持ったせいで起こったわけですか？もしかして疑ってるんですか、私のこと。お姉さんの仇を討つために桐崎先生をって。そりゃそうだろう。桐崎先生を殺害する動機は今のところこれしかない。単純なんですね。どういうことですか？無理だと思いますよ、私を追い詰めるのは。何ですって？今にわかりますよ。叩きのめしてあげちゃいます。楽しみですね。どういうこと？あれ、いない。お母様、いじめないで。いたままつっす。そんなつもりは。はるみちゃん、大丈夫でございますよ。ほんの少しこの殿方とお出かけするだけでございます。お母様、私もご一緒に。ダメです。あなたは屋敷をお守りなさい。そんな顔しちゃダメっす。あ、そうっす。
今いいもの見せてあげるっす。本物のピストル、お刑事さん。参りますわよ。これはどうも、妻です。キミコさん、糸の子刑事を連れて行っちまったぞ。お母様。何があったんでしょう。今までこんなこと一度もなかったのに。はるみちゃん。なるほどくん。私、とても嫌な予感がします。何か、とても悪いことが起こるような。怖いです。なるほどくん。弱ったな。かける言葉も見当たらないぞ。なるほどくん。迷い様。迷い様は？大丈夫だよ。材料は揃ったと思う。きっと迷い様も心細いと思います。なるほどくん、行ってあげてください。でも、はるみちゃんを置いてはいけないよ。私なら大丈夫です。お願いです。迷い様のそばにいてあげてください。はるみちゃんの眼差しが突き刺さってくる。じゃあ行きますか。待っていたわ。なるほどくん。千尋さん。どう？明日の準備は。多分、材料は揃ったと思います。この事件は、明日片がつくわ。無罪にしろそうでないにしろね。僕は覚えている。千尋さんの胸に秘密が、サイコロックがかかっていること。千尋さん、最後の手がかりをいただきたいと思います。いいわ、奪ってみなさい、私から。心当たりがあるんですね、この事件の真犯人に。来た。わーい。どうしてそう思うの？人の秘密が見えるのも辛い時があるな。どうやらあなたの考えを聞く時が来たようね。そのようですね。千尋さんと勝負で行くぜ。犯人について。なるほどくん、私が誰かの情報を隠している、そう思っているんでしょ。そうです。聞かせて、私は誰のことを隠しているのかしら。迷いちゃんか、キミコさんか、かといってその証拠があるわけでもなし。どうだ？はい、すいません。真剣にやります。もちろん、キミコさんですよ。千尋さんがかばおうとする人物は他にいません。見事ね。でも、おばさまは犯行の時間、あなたと一緒にいたのよ。これ以上確かなアリバイはない。そうですね。それならば見せて、おばさまが怪しいという証拠を。これか、これか、こっちにしとくか。その根拠は、この布切れです。渡り廊下の焼却炉で見つけたものです。迷いちゃんの装束と同じものです。そして、少し血がついている。つまり、事件の時迷いが着ていた装束だということ？そうです。でも、逮捕された時、迷いはちゃんと装束を着ていたわ。着せ替えられたんです。着せ替え？一体なぜ？それはわかりません。でも、それができた人物はたった一人です。迷いを解放していた人物。おばさま、というわけね。どうですか？それだけでは弱いわね。え？その布切れが、迷いの装束だという証拠がないわ。でも、
こいつには血が。今の時点では誰の血だかわからないでしょ。その布切れが迷いの装束だという証拠はないのかしら。鍵、その証拠はこれでしょうか。対面の間の鍵ね。この鍵は霊媒が始まるまで迷いちゃんが持っていました。それがいつの間にか庭の焼却炉に移動していた。確かにそうね。迷いちゃんはこう言ってました。霊媒中、鍵はたもとに入れておいた。その鍵がこの布切れと一緒に焼却炉から見つかった。ということはこの布切れは迷いちゃんの装束なんです。そういうことになるわね。迷いちゃんは別の装束に着せ替えられたんです。そして残った装束は焼却炉で焼かれた。そんなことができたのはたった一人しかいません。迷いを解放していた人物、おばさまというわけね。その通りです。見事ね。なるほどか。ありがとうございます。その二つの証拠がある限りおばさまは疑わしくなるわ。でも最初にも言った通り、おばさまにはアリバイがあるわ。ええ、キミコさん、僕たちと一緒にいましたからね。最後に聞かせて。確証はなくてもいいわ。おばさまが犯人だと言うなら、その犯行の方法を教えて。犯行の方法、あなたの考えを聞きたいな。おばさまが桐崎先生を殺害するために必要だったのは、それでこれか。これはいくらなんでも違うのかーい。キミコさん自身には犯行は不可能。あ、当たった。鼻か喉か。彼女こそ最後の答えです。つまりおばさまとのどかさんは共犯だったんですね。ずっと気になっていたわ。この犯行は普通の人には絶対に無理。綾里屋敷のことやクラインの里のしきたりを知っていなければね。でもキミコさんにはアリバイがあった。そう、だからどうやったのかわからなかったわ。のどかさんのことを知るまでは。でも一つだけ大きな問題がありますよ。問題？何かしら。動機です。なぜキミコさんが桐崎先生を殺害しなくちゃならないんですか。それものどかさんと協力してまで。千尋さんも分かっていないのか。一つだけあるわ、可能性が。え、あなたも考えてみて。おばさまがなぜこんな事件を起こしたのか。しかもこんな手の込んだ方法を使って。それは、その鍵は母が握ってるわ。お母さん、僕のですか。何をバカなこと言ってるの。私の母よ、綾里舞子。千尋さんと迷いちゃんのお母さん。さあ、ついに全ての手がかりが揃ったわ。あとは勝つだけ。明日全てが明らかになるわ。はい、よろしくお願いします。続く。ちゃんと決着はつくんだろうか。